はい、こんにちは。今僕はですね、横浜の鶴見に来てます。それで今横浜なごみさんに来て、ちょっと商品開発をしに行きます。ここですね。はい、ここです。こんにちは。失礼します。なごみさんです。よいしょ。今商品の企画中ですね。これとかにシール、財閥くんシールを貼って販売とか、そういうのもいいと思います。この、はるか、このイカにね。はい。これ財閥ショップです。売れた商品をやっていくじゃん。うん。で、その時に、その、はい。ここから注文来た分に関しては、うん、シールを、はい。ああ、はいはい。ってことはできる。うん、シールとかチョコとか、うん、ボールペンとか、このコーナーで載せるわけじゃん。あ、で、このコーナーに発注来た分に関しては、例えば、うん、オリジナルシールを。はい、うん、プレゼントみたいな。そう、プレゼントみたいな形で、はいはい、添付することは可能。おお、これです。財閥くん、あとあれ上をいいですか、あの手袋、あれこれ手袋、 YouTuber 手袋です。はい。これからどんどんアイテムを増やしていきます。チョコレートとかボールペンとか、これ寿司茶碗飲みですね。これよし。このような感じでキャラクターも作るかもしれませんね。こんな感じです。例えば、うん、シール版が売ってますみたいな感じでさ。ああ、なるほど。これで下敷き作ります。あ、違う、クリアファイルに財閥クリアファイルも作ります。わかんねえな、これ値段上がりようとしたら1000円とかないですよ。うん、おお、なるほど。シャインマスカットね。ああ、ビービーからちょっと何瓶か作ってあげてね。うん、ビービーなるやつ。冒頭トランプチョコレート。よし。チャートを入れたいんですよ。はい。チャートをね。冒頭とか暴落してるように。はいはい。やりたいんで。ああ。そうしましょう。あとキャラクターもちょっといろいろ。うん。これじゃなくて、じゃあ、でもいろいろ考えてもらって。はい。メロンのマスクメロン味。やりたいですね。あ、マスクメロン。メロン味。あ、メロンね。はい。ビジネス会議終了です。よし。はい、ということで本日は、横浜の鶴見にある、横浜なごみさんの事務所に、ね、商品の企画で行ってまいりました。はい、それで、僕が YouTube を本格的に始めたのが去年の12月下旬なので、でちょうどその1周年記念ということで、そのまあ1周年記念グッズということで、まあ何アイテムか、ちょっとね、まあ記念に作ろうということからこの企画が始まりました。で、本当初めての挑戦なんで、ね、本当リスクのない商品を、まあ3アイテムほどね、作ろうということです。ね。で、まあすごい低価格で、まあ、リスクがない商品。まず、ボールペンを作ろうということ、これです。ね、まずはこんな感じの、横浜財閥ランド。財閥くんいますね、ここに。これね、ピエロとか、セミプロくんもここにいます。で、こんなような感じの作りました。はい、1個。ね、こんな感じです。こういうのですね。まあ、こういうボールペンとか、ほんと小ロットで少なく作りますね。で、あとは、クリアファイルですね。クリアファイルもほんとリスクないんで、とりあえず記念に作ろうと思ってます。それで、残りの一つが、チョコレートなんですけども、わさびチョコレートです。はい。で、最初はすごい甘いんですけど、後からすごいわさび味ですごい辛くなるっていうチョコがあるらしいんですよね。チョコレートが。それを一品ちょっと作ってみます。で、一応パッケージがこんな感じです。ね。僕が作ったパッケージで、わさびチョコレートを作ります。それでその会社、いや工場がですね、長野県にあるんですね。長野県の松本市。はい。それで、
今週の月、今週末に行ってきます。なごみさんと二人で。はい。それで、その模様を、またね、動画で、ね、どんな感じかなっていうのをね、また放送します。はい。で、一泊二日で行ってまいります。はい。で、横浜から長野の松本に行きますんで、そこでまあ仕事半分、本当あと観光半分、まあ遊びというか観光半分半分で行きますんで、それは仕事の模様と、あとね、長野県のね、すごいいい場所とか、穴場スポットがすごいありますんで、そこもね、皆さんにご紹介したいなと思います。はい。それでね、やっぱり、長野県といえば、安曇野わさびですからね。なので、ね、わさびチョコレート、ちょっと作ってみようということになったと思います。それとね、まあ、長野県の方で、まあ、いいところがあったら、コメントください。以上で、さよなら。